What's going on, everybody? Welcome back to the channel. This is Juju the Gamer, aka your favorite gamer, and we're back. This is episode 2 of You Know, a girl who chants love at the border. I hope I got that title right. So let's see, we're gonna leave. We're gonna go to the corridor. Oh well, staying here won't get me anywhere. I heard Ayumi's inside the school. Should I look for her? ちょっと気をつけて。あれ？何やってるんだよ、お前。部長じゃないですか。本日はお日柄もよく。誰だ、お前。誰って。やだな。部長の第一の子分、結城正勝ですよ。そうだった。確かそんな名前のやつが部活の後輩にいたな。頼みますよ、部長。その部長という呼び方やめろって。もう俺は退部したんだからな。じゃあ社長。相変わらず面白いな、結城のギャグは。そんなに褒めていただかなくても。じゃあ、拓也さんでよろしいですか？よろしいもよろしくないも、呼び方に因縁つけたことなんて一度もないぞ。ま、目上の者への配慮ってやつですよ。で、お前はそこで何をしているんだ？何って、立ってるんですけど。痛いよ。じゃあ俺は息をしてるぞ。そうですね。じゃあ僕は生きてる。パクパク打たないでください。面白すぎるんでな。景品だ。面白かったですか？いや、参りましたよ。昨夜徹夜で考えた甲斐がありました。 What a weirdo. Okay, so one thing I am noticing, in the anime, these two are already friends. These two had already known each other, so it seems like they're kind of just meeting, well, for the first time, if he really didn't remember his name. So let's see what all we can look for. That's to look around. Sweater.パーカーってと、結城の着てる服のことだな。この学校は私服制服教養だから、どちらで登校しても OK なんだ。わお。結城の野郎もご多分に漏れず私服登校だ。だが女生徒たちはなぜか制服がほとんどだ。まあ制服マニアの俺としてはとても喜ばしいことだ。Hey, yo, what is wrong with that? 島津さんの目の前でそんなこと言わないでください。血の雨が降りますよ。安心しろ、必ず言ってやる。Okay, so let's see, what all did he want though? パーカーだな。パー、勇気だ。部活の後輩だな。以前不良に絡まれてるところを魔が差して助けしまった。それ以来つきまとわれているんだ。So that's why you feel like so much. なのがあれだが、俺のことをどうやら慕っているらしいぞ。プロレスラーみたいな体格の不良5人相手に、拓也さんは僕とたった1本で立ち向かい。おい、こんなところで演説を始めるな。へい。でも、とっても強いんですよね。授業。So that's why you like him so much. Okay.
はい、命を落とすものもなく無事に終了しました。What? お勤めご苦労。それにしても随分とご機嫌ですね。もう階段をスキップして降りてくるくらいですからね。そんなに浮かれていたか。そりゃもうまさに盛りのついた馬車馬がメスの小屋へ走り勤しむ姿そのまま。ジョークですよ、ジョーク。時々お前のはジョークになっていないんだよ。それにしても親分、また屋上でサボりでやんすか。単に昼寝をしていただけだ。そういうのをサボりって言うんじゃ。昼寝ですね、昼寝。そんなに怖い顔をしないでください。単なる昼寝じゃないぞ。英気を養うためだ。眠気は人類最大の敵って言葉があるだ。誰の言葉ですか。俺だ。さすが親便でやんすね。お前、He actually bought that. だんだん呼び方が変になっていくぞ。明日もですか、拓也さんは。おう、俺は特別待遇だからな。明日も補習だ。寝坊なんてすると単位落としてしまいますからね。拓也さんと同学年なんてシャレになんないっすよ。じゃあモーニングコールでもしてくれるかい。勝手に承知の助でござい。誰だお前。明日朝一番にお電話させていただきます。あまり早くかけてきたら怒るぞ。俺は寝起きが悪いんだ。分かっていますって。ゆうきくん、誰。 Who's this? あ、これは学園アイドル島津美代さんではありませんか。誰だよ学園アイドルって。あら、歩くリビドー、有馬くんね。お久しぶり。あ、でも、walking libido よ。ガオー、俺は歩くリビドーだ。バカ？クス。明日から夏休みだっていうのに、なぜこんなに不愉快にならなくちゃいけないのかしらね。さあな、あの日なんじゃないの。なんて下品な。拓也さん、ちょっと抑えていただけると。何おどおどしてるんだよ、ユキ。別に俺たちは法に抵触するようなことはしていないんだぜ。それはそうですが。ユキ君、放っておきなさい。あ、はあ。おい、ユキ、納得するな。ユキ君。ユキ。Yo, they put him in a hard position to be in, yo. 気絶したか。で、お嬢様。He fainted? あまり機嫌が良くないらしい。残念だな。あなたに会ってどん底に落ちたばかりなの。相変わらず優しい言葉をかけてくれるミオちゃんは。有馬くん、あなたにちゃんなんて呼ばれる筋合いはないの。じゃあミオよ、俺の胸にどんと来い。呼び捨てにしないで、けがらわしい。じゃあミオ様。頭が悪くなりそうね。俺の勝ちだな。屋上で何をやっていたの。話を変えたな。で、屋上かい。武田先生と何か話していたようだけど。
別に今後の進路相談さ。なんだ、覗いていたのか。武田先生が降りてきて、あなたが降りてきたんじゃない。そのくらいわかるわよ。大した推理力だ。脱帽だな。相変わらず豊島趣味なのね、有馬くん。 Wait, how does she know that? 補修を課せられているんでしょ。まあな、こいつを落とすとヤバいらしい。ちゃんと勉強はしているの？単なる補修になんで勉強が必要なんだ。バカね、補修の終わりにテストがあるのよ。それを通らないと単位はもらえないわ。ふーん、テストがあるのか。そりゃまずいよな。まずいって。目頭を押さえてどうした。そうならなくする手段を講じようとは思わないの？それは優等生お嬢様の考え。そう考えられないから今の俺があるってわけだ。自慢しないでよバカ。バカとはなんだ。じゃあお前の母さんはデベソだ。What is wrong with you? 冷ややかに俺を見ないでくれ。有馬くん、このままだと留年するか退学するかどちらかになるわよ。しょうがない、なるようになるんじゃない。とにかく補習はちゃんと受けなさいね。どうせ受けたってテストでと。妙だな。何よ。大体なんでお前が言うんだよ。エリコ先生じゃあるまいし。同級生に落ちこぼれを出したくないだけよ。私の自尊心の問題ね。ふーん、大したもんだな。保健室に寄らないと。武田先生に話してくるわ。私。おいおい、何を話すんだ。あ、後で迎えに行きますから、島津さん。Oh, he's awake. ええ、そうしてちょうだい。おい、いつまで気絶してるんだよ。その前に、その頭の上の足をどけていただきたいんですが。そうだった。相変わらず拓也さんと島津さんのやりとりはすごいですね。そうか、いつものことだろ。一回見るたびに100日寿命が縮まります。どっかの新聞のようですね。古いぞお前。それにしても、すみません。まだ何も言ってないぞ。拓也さんがそういう顔をすると大抵お叱りのお言葉で。お前な、なんだあれは。はあ、何でしょうか。なんだよあの、迎えに行きます、そうしてちょうだいってやりとりは。な、何か文法的におかしなところでも。バカ、そんなことじゃない。お前には男のプライドってのがないのか。だってそう言わないと彼女怒りますし。親指で眉間を揉まないでください。Jeez. Well, it's not like this to start of him being pussy whipped. 後で保健室へ迎えに行かなくちゃ。Jeez. Okay, yep. I see a lot of conversations about to go. Let's get out of here. 夏休み前、最後の授業が終わったせいだろうな。生徒たちはおそらく鉄砲玉みたいに外へ飛び出していったんじゃないか。拓也さんが屋上で寝ている間にみんな帰っちゃいましたよ。
お前な、最近ツッコミがきついぞ。軟弱な男だ。いつか俺が後輩と鍛え直してやろう。拓也さんくらい硬くなりたいと思ってますよ。そうだぞ。しかも俺のは長くて太い。何の話でしょうか。No matter what he says, he seems to like me. I guess he's a good guy. Okay, yep, time ago. That's the exact same sentence. But go where? また昼寝しに戻るんですか、タクヤさん。よく考えてみたら、今降りてきたばかりだった。しっかりしてくださいよ。昼寝でボケたんですか。痛いよ。う、足が勝手に階段へ。止めろよ。 Okay, I guess I won't go up to the rooftop. Yuki's embarrassed for me. Okay, what am I supposed to do? でも彼女やっぱり素敵ですよね。エリザベス・テイラーか。誰ですか、それは。知らないのか。絶世の美女の代名詞だぞ。いつの話なんですか。彼女、島津さんのことですね。部活を始めた時からミオの追っかけをしていたからな、お前。とんでもないっす。入部したのは拓也さんくらい強くなりたかったからですよ。口だけは達者だな、お前。今日も一緒に帰れるんですよ。一緒に？ママが迎えに来るのか。うちのおふくろが来るわけないじゃないですか。もちろん島津さんです。お前な、なことで嬉しそうにするな。だって嬉しいんだからしょうがないっす。一緒に帰れるのも例の事件がきっかけになってましてね。例の事件？ほら、たたり騒動ですよ。一頃話題になった。ああ、あれか。口裂け女だっけ。古すぎますよ。まあ似たようなもんですけどね。確か被害者まで出ちまったあれだな。まだ捕まっていないんだろ。みたいですね。猫科の猛獣説あたりが有力ですから、多分活動場所を移動したんでしょう。俺はまたどこかの変質者が妙な格好をして出歩いていただけかと思っていたんだがな。だったら笑いますよね。俺だったら亀のたたりじゃって追いかけるぞ。タクヤさんがやっていたわけじゃ。はあ、のな。ですよね。いくらタクヤさんが変態でもそこまで。やだな。そんなに怖い顔しないでくださいよ。ありがたくて呆れてるんだ。でも僕に言ったこと他には言わない方がいいですよ。言ったこと？たたりじゃあれです。なんでだよ。みんな拓也さんの仕業じゃないかって疑っています。かく。So that's why all the girls are looking at me differently. That makes me a little sad.でもたたりってのも全くのデタラメって感じがしなくなってきますよ。
これだけいろいろなことが起きるとそうかもしれないな。まあでも騒動のおかげで思い切って告白できたんですよ。告白？島津さんに。とうとうしたのか。そうです、物騒ですから一緒に帰ろうって思い切って言いました。See, I thought he asked her out on a date. Not, oh my goodness. おかしいですか？いや、日本語の問題だな。でも彼女、あんまり怖がっていないと言いますか、なんというか。だろうな。むしろ興味津々だろ。そうそう、そうなんです。島津さん、そういう不思議なことに興味があるみたいで。話が合うんですよね。ふん。あれ？なんで拓也さんが知っているんですか？何を？島津さんが不思議なことに興味あるって。いや、その、ほら、ああいう女の子ってさ、ゴシップネタに怪奇ネタって。相場が決まってるじゃないか。それにクラスメートのことを把握しておくのも歩くリビドーたる俺の務めだということだな。うん、そうか、そうですよね。納得するなよお前。すみません。大体な、俺はツンツンした女は好かないんだ。安心しろ。そこが妙なんですよね。おじみばら。何か言いたげだな。はあ、まあ。言ってみろよ。その。彼女、タクヤさんにだけツンツンしてるような気がして。僕や他の生徒に接するときはもっと優しいんですよ。ニコニコしていますし。そっか。気分悪くしないでほしいんですが、タクヤさんの前に出ると途端にあれ。ゴキブリのように嫌ってるんだろう、きっと。そうですかね。なんというか言いにくいんですが。可愛がっていた犬とかに噛みつかれた時に必要以上に頭に来ちゃうみたいな。これはペットかよ。違いますよ。つまり可愛さ余って憎さ100倍とかいう感じみたいな。まあ想像するのは自由だけどな。それを真相と勘違いするなよ。はあ、まあそんな気がしたんです。ちょっとだけ気がするだけだ。気が。まさか彼女拓也さんのことがなんてことないですよね。そうだったな。I was just getting ready to say it. Like, if she likes him, that would be a problem for him, for Yuki, because he likes her. He's already made that pretty known that he likes her. そんなしょぼくれた顔すんなよ。お前がミオに惚れてるのは知ってる。安心しろ。あ、ああ。だいたいあのプライドの高いお嬢様だぜ。常識で考えてみろよ。そうですよね。島津さんが拓也さんなんかを。まさかね。拓也なんかとはなんだよ。たく。怖い顔をしないでくださいよ。まあいい。少なくとも俺は論外だな。ゆうき、なんとかものにしてみる。
部長、その呼び方はやめろって。なんでやめたんですか、部活。そうだな、受験を控えてそろそろ勉学に本腰を入れるためってのはどうだ。受験しないって言っていませんでした。あれ、そうだっけ。そうですよ、この学校はエスカレーター式で上の大学部に行けるから俺はこの学校を選んだんだって。まあ心境の変化ってやつだな。心境の変化ってどういう。おい、そろそろ例のお嬢様しびれを切らしてるんじゃないか。え、ほら保健室で待っているとかなんとか。そうだった、大変ですよ、島津さん怒ってる。あのな、最初からそんなに尻に敷かれちゃ。そういえば拓也さんも急いでいたような感じでしたが大丈夫でしょうか。え、ほら息を切らして屋上から降りてきたじゃありませんか。そうか、俺は別に急ぎの用事はないぜ。わかりました、とにかく保健室へ彼女を迎えに行きますね。Was I that out of breath? I was just looking for Ayumi. Maybe I was pretty out of breath. Okay, so let's get out of here. Get the main homes. Oh well, staying here won't get me anywhere. Okay, time to go down to the first floor. I came down to the first floor main hall. There are more students left than I thought. Oh, that's the princess and her servant coming this way. I forgot to disappear. Takuya-san! Yappa! Yo!お嬢様に会えたかい。はい、おかげさまで怒られずに済みました。保健室の用事は済んだのかい。法医の武田先生見なかったんですよ。いいない、しょうがないな、あの先生は。なんだかいないことの方が多いみたいですね。例のお嬢様は後ろに。うわ、何よそのリアクションは。美しいものに出会うと俺は規制を発するんだ。なんだよそのいかにも信じられないって顔は。信じられないの。心外だな、俺はいつだって真面目だぜ。なんだよそのもっと信じられないって顔は。もっと信じられないの。あとお嬢様って呼び方はよしてちょうだい。なんで。嫌だから。嫌よ嫌よもいいのうちって言うだろう。なんだよそのいかにもバカって顔は。言葉通りね。ユキ君、行きましょ。頭が悪くなるわ。うん。じゃあ、拓也さん、失礼します。ああ。
リマ様、アリマ様、おられましたら歴史研究室の方へお入れください。アリマ様、おられましたら歴史研究室の方へお入れください。Could it be about the incident? No, I'm sure no one was watching me that time. I wonder what it could be. It could be about so many things. The laboratory that was on the second floor. I mean, I might as well leave because I actually have to go, so. Maybe I should get moving instead of looking around. So is it not gonna let me enter the door? Oh my god, it's not let- wow. Yeah, I'm trying to go to the laboratory, but it won't, like, y'all see where I'm supposed to go, right? That's weird. Okay. Right, I've been summoned. I don't know what they want with me. I just have to go there. Phew. It's not like me to be so nervous. If anyone asks, I just have to feign ignorance. I'll just have to hope it isn't about putting makeup on the statue of the chairman. Oh. Arima, hairimasu. This is strange. No one's here. Did I get the wrong laboratory? No, I'm sure the announcement said to come to the laboratory. This is definitely the laboratory. That means whoever called me hasn't arrived. Man, I might fall asleep for real. The teachers are always telling me to take responsibility, but they don't seem too responsible themselves. They're here. Duh. I'll have to complain at least once before I feel better. Hairitamae. Arima desu. Hairimasu. Nanu? Doa! Ayumi-san? Takuya-kun janai. Dou shita no? どうしたって、その…Why am I panicking? Right, I'm just confused running into Ayumi all of a sudden. That's right, yeah, that's it. どうしたの?いや、そうなんだって。何を言ってるんだろう、俺は。ん?All right, guys, I'm gonna stop right here. It's picking up just a smidgen.
But as we see, we met, I want to say, two of the other side slash main characters, Mio and Yuki. Due to their, you know, kind of close knit relationship with the protagonist, I feel like they are going to be important to the story as we move along. And now we're meeting the stepmom, Ayumi, which we will talk with her in the next video. But this is Juju the Gamer. If you made it this far, leave a like, make sure you hit that subscribe button, and hit that bell notification on any videos I have that are dropping. I plan with this game, my plan is to do a complete run through. So if I miss anywhere, please let me know. This is my first time playing this game. And I know visual novels have a lot of different routes you can go to get through multiple different endings and even a true ending. But once again, this is Juju Gamer. I'm signing out. See you next time. Until the next video. Bye-bye.